吉成寺は山梨県甲府市にある臨済宗明真珠派の寺院。三号は定林山。本尊は釈迦如来。甲府御山の一つ。甲府盆地の北園、市街地に隣接したあた山の登録に位置する。甲斐の国史によれば、吉成寺は南北朝時代の上和年間に豪海本清を海山、甲斐の国主を武田信守を海祖として、 現在の笛吹市や津城町に創建されたという。豪海本清氏は、臨在州厳重派の僧で晩年に、天目山西雲寺を開いた人物である、戦国時代には、改守後、武田晴信により、いずれも臨在州名神寺派寺院で構成される、甲府御山の一つに定められる。吉成寺は信玄により、甲府城下の西青沼に移され、さらに、武田氏の滅亡を経て、 金星諸島には、文六年間に現在地へ移されたと伝えられている。火英四年及び、昭和20年の幸福州により、ガランを二度消失するが、その都度再建され、現在では、本堂、書院、栗を有している。時報として、新元公政札や、事業案度、金星など中金星の文書が残されている。また、海1 0例上57番札書ともなっている。 山梨県甲府市東高寺町2153テレビ山梨企画編集開百八8霊ピアニッシモも172から173ありがとうございます